はい、こんにちは、三原です。今回の動画のご視聴を感謝しています。ありがとうございます。今回は高校保健体育1章の22心肺蘇生法というテーマでお話をさせていただきます。はい、傷病者が発見した時に、普段通りの呼吸ですね、普段通りの呼吸をしているかどうかという確認をします。そして普段通りの呼吸をしていなければ、直ちにこの心肺停止の状態という判断をするということになります。普段通りの呼吸というのは、普通に息を吸って吐く、本当に普段通りの呼吸があるかどうかと、しゃくり上げるような呼吸とかかすかに息がしているとか、そういうのはもう普段通りの呼吸ではないので、呼吸と似たような状況があっても普段通りでなければもう心肺が停止しているというふうに判断するということがまず一つ目です。そして心肺が停止していれば血液の循環がなくなる、酸素の循環がなくなるということで、これは1分1秒を争う事態となります。なので、胸の真ん中にある心臓を押して強制的に血流を作るというのが胸骨圧迫の目的ですし、強制的に息を吹き込むことによって酸素の循環を促すというのが人工呼吸の目的になります。はい、でこの2つを行っていくんですが、優先順位としては胸骨圧迫ですね。まずこちらをやります。胸の真ん中に手を置いて30回強く押すということですね。ペースは1分間に100回のペースということなので、だいたいぐらいですね。動画の「もしもし亀を亀さんよ」という歌を歌うと大体そのぐらいのペースと言われてますけども、「もしもし亀を亀さんよ」というぐらいのペースで押していくと大体1分間に100回押せるというふうに言われています。で30回を1セットとして考えて、強く速く絶え間なく胸の真ん中を押すということが胸骨圧迫になります。昔は心臓マッサージというふうに言われてたんですけれども、心臓がどこっていうふうに迷ってしまうので名称を胸を押すという単純な名前に変えたという経緯も覚えておいてください。はい、そして人工呼吸ですね、口と口をつけて、マウスとマウスで、空気を吹き込むという作業ですが、まず一つ覚えておいてほしいのはこれは省略化と、昔はですね必ず胸骨圧迫15回に対して人工呼吸2回を必ずやってくださいというふうになってたんですけども、どうしてもですね、見知らぬ人と口をつけるということそのものが非常にためらう行為ということなので、これできないできないできないって悩んでるうちに、やっぱり一刻を争う事態では大変なことになってしまうので、もうできなければやらなくていいですというふうにはっきり今明記されています。その代わりこれできないんだったらせめて胸だけでも押してくださいというふうに今は形が変わっています。でこれは何らかの理由で、例えば専用のマウスピースがあるとかそういうような理由で、人工呼吸ができるという前提の時はまず顎を上げて気道を確保するということですね。気を失うとベロの筋肉が下に落ちて、空気の通る道を塞いでしまうということがありますので、ちょうどこの顎をこう上げて、頭を下にしてこの空気の通る道を、喉の空気の通る道を確保するということをまずやった上で2回息を吹き込むということです。30回やって2回、30回やって2回というのを繰り返すのが、一つの形になります。ただ繰り返しになりますが、人工呼吸は省略化なのでできなければせめて胸だけでも押しましょうということになります。はい、そして一番いいのは AED を使用することと、近くにAED があれば、それをですね、開けると全て指示が出ます。まず電極パッドを貼ってください、解析をしますから離れてください、ショックが必要ですからボタンを押してくださいとか、ショックが不要なので直ちに胸骨圧迫を始めてくださいとか、全て AED で電極パッドを貼るところから指示が出ますので、 AED があればそれを使うのが一番です。はい、そして、その人工呼吸や胸骨圧迫を繰り返しながら、また AED の指示に従いながら、救急隊の、来るのを待つということで蘇生率を上げるというのが心肺蘇生法の目的というお話です。
はい、今回の動画がですね、何らかあなたのお役に立ったのであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。三原学でした。それではまた。